建築の営業職を辞めた後に1年半ぐらい世界放浪に出て、きっかけはそこでお遍路の格好をした男の子に出会って、5年後ぐらいに歩くことになるんですけど、地元のおじちゃんおばちゃんとかから、まあ、毎日のようにお接待してもらえる。いきなり歩いてて横に車止まってジュースくれたりとか、もう家招かれてご飯を食べるとか、そういったなんかお接待の文化が根付いてる地域に住みたいと思ってたんで、その中でも内子町っていうのが古い町並みがあったりとか、ちょうど歩いてる時にお祭りがあって、そこですごいお接待してもらった記憶と町の記憶が残ってたっていうのがあったからでもある。集落名でいうと野村、そこの景色はやっぱ一番好きですね。毎日いてもいいぐらいだなみたいな。やっぱ一人一人の、ね、力が発揮したら街が変わるっていう規模じゃんね、1万人って。すごい内子町でちょうどいい規模感だなと思うよね。まあ、野村町で豪雨があって、でその時に宇和島市の吉田町の方とか野村町の方に支援に行っていました。差し合いの文化があって、お酒をこうコーチみたいにこう自分が飲んだグラスを渡して、でそのグラスにまた継いで、で帰ってくるみたいなのがあるんですけど、そういうので生まれるコミュニケーションみたいなので、すごいこう深い関係になったというか、なんか家族みたいになって、なんか自然とあここがいいなというふうに思って。中心は商店街があって、でまあ、2、30軒ぐらいお店があるんですけど、歩いてたら顔見知りというか、お店のおばちゃんとかその近所の人みんな知ってるから、あこんにちはみたいな、まあ、すごい当たり前で、すごい毎日のなんかエネルギーになるっていうか。野村は朝霧がめちゃくちゃ綺麗で、もう真っ白になって何も見えなくなって、それがすごく綺麗 でうちもちょっと小高いところにあるんで、最初は霧で真っ白で、だんだんそれが降りてって、山の下にこう霧が出るのがすごい綺麗。地元よりも地元にすごく感じるって思っていて、自分のなんか本当のことを結構出してる人が多いから、なんかその方が私はすごく心地よく感じて、なんか嘘がないというか。今は主に森とパンというパン屋さんが土日のみ限定で営業してるんですけど、そちらの方で仕事をしてます。協力隊の募集説明会みたいなのが大阪の方であって、一回松野に来てみたらみたいな感じで言っていただいたので、その2週間後ぐらいに松野に初めて来て、夜なんか担当の人とか、あとはなんか地元の人も少しそこに入って、みんなでご飯というかおもてなししてくれるっていうのがなんかすごいあったかいなと思って、あじゃあここやったらいけるかなっていうので結構そう決で決めました。前住んでた家が春になったらその桜の景色なんですけど、稲植えて4月に植えて5月ぐらいから青いのが出てきて、で6月にすんごい青々してきて、7月に色が変わってきて、8月に収穫してみたいな、その毎月こう景色が変わっていくので、それを見るのがすごい好きで、まず人が温かいっていうのは絶対あって、でそこからできるこう人とのつながりとか時間の流れとか、そういうのがなんか住んでみて気づいたことなんですけど、やっぱり自分にはそれが今合ってるのかなとは思いますね。住んでる人好きになりましたね。海のそばなので、それに関係したものはすごく楽しいことがいっぱいあります。とにかく魚が多いので、桟橋から眺めているだけでも、ずっと見てるだけでも楽しいし、泳いで眼鏡つけてても楽しいし、中入っても楽しいしみたいな、そんな海があるので、うん、ことの発端は旅行をしていた時だったんですよね。四国に行ってみよう、一周回ってみようみたいな、ずっとバイクで、3週間ぐらい回っていて、本当に一番最後の最後でここにたまたまたどり着いて、で船に乗りますか、はいって言って乗ったんですよね。でその後で船員さんが話しかけてくれて、うちでダイビングできますよみたいな話になって、もしその時にお話しいただかなかったら、今私ここにいないんじゃないかなとは思っております。私の住んでる町がもともと商売をしていた
人が多い町だったので、外の人だからっつってもそんなに珍しい目で見てくれないっていうか、食べ物は美味しいんです。めちゃくちゃ向こうのスーパーで並んでるものと比べるとやっぱ全然鮮度がいいですよね。そこの鹿島とその奥に横島っていう島があるんですけども、それがあの連なってカンカンカンって見えるところがあるんですよ。そこがすごく綺麗。何にもないのが贅沢ですごいなと思って、地域の人とかとお話しするとこんな町になんで来たのってみんな言うんですよ。でも皆さんは記憶町のことみんな好きで住んでると思うんですけど、でもそのこんなを撮りたかったんですよ。私はこんなっていうのはなく来たから、なので写真展を開いたりとかして、ああいうふうにああすごいいいとこだなっていうのを思ってもらいたいなと思って、まあ、私が移住したきっかけこれだよっていうのをちょっとみんなに見てもらいたかったなっていう、毎日飽きなかったんですね。東京では便利すぎて全ていろんなことできてるなと思ってたんだけど、何もできないんだな私っていうのが田舎に来て思ったりとかしたので、今は生きてる実感がするっていうか、ああ何もできてなかったんだなっていうのはなんか改めて 思いました。なんか、うん、人が一番だと思いますね。景色なんてやっぱどこ行ったって景色いいわけじゃないですか。地方に行けば自分と合う合わないとかねあったんでしょうね、きっと、うん、しっくりくる感じがもう癒ししかない。